鹿嶋市で300年以上続く伝統の船市が今朝開かれました。今では1店舗のみの出店となっていますが、天然の船を求める多くの人でにぎわいました。3キロ。鹿嶋市浜町の酒蔵通りで300年以上続く伝統行事船市。今朝は雨にもかかわらず、早朝から多くの人が訪れ、水槽を泳ぐ600匹の天然の船を次々に買い求めていました。懐かしかけがやっぱクリークでいっぱい取れたけ。去年がもう遅く来ましたのでね、もう売り切れてましたので、時間早く来てよかったねと思います母の代わりにね、もう母はいませんので、いとこに耐えてやろうかなと思って。こちらは昆布で巻いた船を味噌をこして作った汁で甘辛く煮た郷土料理、フナンコ食いです。多くの人に船を味わってもらおうと無料で振る舞われていました。昆布の出汁の味がしっかりと効いていてすごく美味しいです。船を丸ごと煮込んでるそうなんですけども、臭みとか骨も全く気にならないです。地域ではこの船んこ食いを20日正月に備えてきたことから、毎年その前日の19日に船市が開かれ、かつては多くの店でにぎわっていました。一方、船を食べる人が減ったことから販売をやめる業者が相次ぎ、現在は1店舗だけの出店になっています。30年ぐらいずっと通ってます。鯉の洗いがありますけど、船の洗いで食べたりしてます。もう今ここだけになってしまったんで、ちょっと寂しい気もします。今日販売されたのはすべて佐賀平野のクリークで釣られた天然の船で、小ぶりな船の方が味がよく人気だということです。